ヴィアチェスラフ・フミハイロビッチ・モロトフ1986年11月8日はソビエト連邦の政治家、革命家、人民委員会議議長、外務人民委員、外務大臣を歴任した。第二次世界大戦前後の時代を通じて、ヨシフ・スターリンの片腕としてソビエト連邦の外交を主導した。モロトフという名前は、に由来するペンネームであり、本名は、 ビアチェスラフ・ミハイロビチスクリャービン。ただし作曲家のアレクサンドル・スクリャービンと直接の血縁関係はない。1930年代以降スターリンに対して革命時代の愛称である工場を使うことの許された唯一の人物であり、スターリンも彼のことをもろと諸年ビリ、諸年テー々といった棚で呼んだ。妻はユダヤ人の仕立て屋の娘であり、 ウクライナ共産党の初期や交通人民委員を務めたポリイナ・ジェムチュジナ。孫に KGB 議長の補佐官を務めた政治評論家、ビャチェスラフ・ニコノフがいる。1890年3月9日にロシア帝国のブヤトカ県やランスクシクカルカ村で誕生した。父のミハイルは領地管理人、母のアンナは裕福な昇華の出という裕福な家庭に育った。 1906年に、ロシア社会民主労働党に入党し、ボリシェビキのメンバーとなった。1909年に、火山工業学校在学中に逮捕され、ボログダに流刑となる。1911年に刑期を終えて、ペテルブルク高等専門学校に入学した後、再び、イルクーツク県に流刑された。1912年に創刊された、陶器監視、 フラウダには、編集書記として参加し、この頃から、モロトフの名を使い始める。このほかジャージャーや、ミハイロフというペンネームも用いた。活動家時代のモロトフ1914年末には、アレクサンドル・シリャプニコフラと指導的活動組織、1915年ボリシェビキ集団を結成する。1915年に、イルクーツクから脱走し、地下活動に入る。 1916年秋頃には、シリアプニコフラとペトログラードに潜伏し、ボリシェビキの国内組織である、党中央委員会ロシアビューローのメンバーとなった。1917年の2月革命では、臨時政府の指示に反対したため、しばらく党中央のメンバーから外された。しかし、ウラジーミルレーニンが、反臨時政府の立場を明確にすると、 再び中央に復帰し、急進的な革命を主張するようになった。10月革命では、ペトログラードソビエト軍事委員会委員を務め、ついで北ロシア、ボルガ、ドネツ各地方で、宣伝活動を行った。1919年末には、ニジニノブゴロド県ソビエト執行委員会議長に就任した。1921年には、党中央委員会初期局筆頭初期になり、 政治局員候補となる。この年、モロトフは、ウクライナの当初期であったポリーナ・ジェーム・チュジナと結婚した。翌1922年、レーニンは、初期局の強化のために、ソビエト連邦共産党初期長のポストを新設し、スターリンを初期長に任命した。以降の党内闘争ではモロトフはスターリン派として活動し、 レフトロツキー、アレクセイ・ルイコフといった政敵の排除に大きな役割を果たした。1926年には正式に政治局員となる。一行もスターリン路線の忠実な支持者であり、コレホーズによる農業集団化や大粛清でも大きな役割を果たした。1930年には 人民委員会議議長に就任し、以降11年間にわたってその座を占め続けた。また、グリゴリー・ジノビエフの失脚に伴い、1927年には、コミンテルン執行委員会幹部会メンバーに選出され、1929年のニコライブ・ハーリン、失脚以後は、コミンテルンの事実上の指導者となった。1939年5月に、 ナチスドイツとの融和のために、アドルフ・ヒトラーの関心を買おうときとした、スターリンによって、ユダヤ人であった、外務人民委員のマクシム・リトビノフが解任された。モロトフは、外務人民委員を兼務し、以降10年にわたって、ソビエト連邦における外交の長として、活動することになる。一方で、ユダヤ人であった妻のポリーナも、交通人民委員を解任されている。 8月には、独祖不可侵条約を締結し世界中を驚愕させ、これに基づいた9月のポーランド侵攻は、第二次世界大戦の口火を切った。この協定には、ポーランドの分割とバルト三国のソ連による併合を取り決めた秘密議定書が付属しており、モロトフはこれにもサインしている。また、ポーランド侵攻後に起きたポーランド軍将校の虐殺には、 政治局の一員として賛成している。1939年11月、カレリアの領有権をめぐって、フィンランドとの冬戦争が勃発した。スターリン・トモロトフは、海戦に、積極的であり、夫を空死年を主犯とする、フィンランド民主共和国の樹立を目論んでいた。また、ソ連空軍は、フィンランドの市街地を空爆した。 フィンランド政府がこれに抗議すると、モロトフは、ソ連機は、空からパンを投下しているのだと発言した。以後、フィンランド人はこれを皮肉って、焼夷弾のことを、モロトフのパンカゴと呼ぶようになった。さらに、フィンランド軍は、対戦車兵器として用いた、火炎瓶に、モロトフカクテルとあだ名をつけ、パニエの、返礼とした。冬戦争では、 モスクワ講和条約によって、フィンランドに、領土割上要求を飲ませることに成功し勝利したが、小国フィンランド相手に、多大な損害をし苦戦した。ソ連の威信は大いに傷つき、国際連盟からも追放された。1940年11月に、ベルリンを訪問したモロトフは、ヒトラー及び、リッペントロップ外相らと会談し、融和方針を確認した。 11月13日にイギリス空軍による爆撃があったため防空号に避難して会談を続けたが立憲トロップがイギリスの敗北は必死といったところモロトフは今上空を飛んで爆弾を落としているのはどこの飛行機かと押収した立憲トロップはやや面食らったがすぐに冷静さを取り戻し日独意三国同盟にソ連を加えて 四国同盟にする計画を説明し始めたという。この提案に、スターリンも含めて同意したが、ドイツの最終的な返答は、バルバロスサ作戦であった。1941年5月に、スターリンに首相職を譲り、自らは外相選任となり、ソ連外交を指揮した。日本の松岡洋介外相と日ソ中立条約に調印する。 6月22日にドイツ軍が侵攻し独ソ戦が勃発した。アナスタス・ミコヤンの回想によると6月30日にラブレンチー・ベリアの提案で KGB が組織されることが決定した。ミコヤンが議長としてスターリンの名を挙げるとモロトフはスターリンはここ2日ほど脱力状態にあると説明したという。また、ベリアの回想では スターリンの不在時に国家防衛委員会の設立を提案したのはモロトフであるとしている。この時期、スターリンは独ソ戦勃発に動揺したため指導力が弱まり、ニコライ・ボズネセンスキーはモロトフに権力掌握を進めたという。ミコヤンによると、スターリンの別荘を訪れたモロトフは逮捕される表情を示したという。 7月になるとスターリンは現場に復帰し、ソビエト連邦軍最高総司令官及び国家防衛委員会議長となった。モロトフは国家防衛委員会副議長としてスターリンを補佐した。海外ではスターリンの忠実な部下として知られており、モールのあだ名で呼ばれた。戦時中から戦後にかけてアメリカイギリスを相手にしたたかな外交交渉を展開し、スターリンと共に、 ソ連の国益を十二分に実現し、冷戦期の共産権の基礎を作った。1953年4月20日付のタイム氏の表紙を飾ったモロトフ。第二次世界大戦終結後の1945年10月に、スターリンは最初の発作を起こし、休養を余儀なくされた。そのためこの時期はモロトフが代理で政務を扱った。外国の新聞では、 後継者をめぐる報道が行われ、モロトフに対するスターリンの警戒心は高まった。12月初めに復帰したスターリンは、モロトフ批判を政治局で言った。政治局に対外委員会が設立され、外務人民委員部の役割とモロトフの権限は縮小された。外務人民委員代理には、アンドレー・ビシンスキーが就任し、モロトフと対立する場面もあった。 1946年12月にはソビエト連邦科学アカデミーからマルクスレーニン学の名誉会員に推挙された。しかしスターリンから私はアカデミー会員だがお前は名誉会員だ。賛成かと電報が届いたため辞退せざるを得なかった。スターリンは独裁を強めベリアやアンドレージ・ダーノフといった側近を徴用した。 モロトフやミコヤンといった古参幹部は遠ざけられ、粛清の危険が迫っていた。1949年1月にポリーナは逮捕され、党を除名された上でカザフに流刑となった。当時スターリンはイスラエルの建国やソビエトユダヤ人共和国設立をめぐってユダヤ人への警戒心を強めており、ポリーナの粛清はイスラエルの中祖大使ゴルダ・マイエルソンと ヘブライ語で会話したことが直接の引き金になったという。モロトフは、妻の処分決定時には危険したが、後にそのことについて、自己批判せざるを得なかった。3月には、外務人民委員を解任され、第一副首相となった。しかし、第一副首相は官職であり、幹部会のメンバーからも外された。モロトフ自身もヒステリーの症状で口が開かず、 薬を飲むのにも苦労したほどであった。あとに、あと一年スターリンが生きていたら、無事では済まなかっただろうと語っている。1953年3月5日に、スターリンが死去した。指導部ともつながりのあった作家のコンスタンチン・シー・モノフの観察によると、モロトフは、スターリンの死を心から痛んだ、唯一の政治局員だったという。スターリンの死は、 新たな政治状況を作り出した。その日のうちにモロトフは外相に復帰した。またポリーナは収容所から解放され、その後も多くの囚人が釈放された。しかし改革に火事を切ったベリアと対立し、ニキータ・フルシチョフの提案するベリアの逮捕と処刑に積極的に賛成した。ドミトリー・シェピーロフの回想ではフルシチョフがベリアの解任をほのめかした際には、 除去するだけでいいのかと答えたという。しかしその後の集団指導体制の中で、スターリン主義に固執するモロトフラ保守派は、孤立を深めていった。1956年2月に、フルシチョフが、スターリン批判を行い、非スターリン化を進めると、モロトフラは反発した。また、スターリンの故郷グルジアで暴動が発生し、モロトフを首相にというスローガンが唱えられた。 またモロトフは、ユーゴスラビアとの関係正常化に反対して、フルシチョフと対立し、9月に外相を解任された。10月にはハンガリーで政変が起こり、ハンガリー動乱が発生した。モロトフは、軍事介入に賛成し、融和を唱えるミコヤンと対立した。1957年6月、幹部会において、ゲオルギー・マレンコフ、ラーザリ・カガノービチラと共に、 フルシチョフ解任の同義を提出した。しかし初期局と軍の指示を得ていたフルシチョフは中央委員会で逆襲を行った。モロトフら反フルシチョフ派は半島グループであるとして政治局員から解任され、モロトフ自身は中モンゴル大使に左遷された。この同義は半島グループと呼ばれた人々も賛成票を投じざるを得なかったが、モロトフは棄権した。 しかし反対派の多くが自己批判や謝罪を行う中、モロトフだけは意見を変えなかった。その後、中祖対立でモンゴルの重要性が高まると、モロトフは1960年に国際原子力機関ソ連代表に左遷された。しかしフルシチョフに体制批判の書簡を送ったことで、1961年10月の党大会で、 モロトフとその同類の顔面派は激しく批判された。モロトフは共産党から除名され年金生活に入った。モロトフは晩年をモスクワ郊外の重戸孵化の別荘で送った。年金は月額120ルーブルという労働者並みの水準であったという。モロトフは新しい課題を前にという著書の執筆を行っていたが出版される見込みはなかった。 1970年には、妻のポリーナが死去した。フルシチョフの失脚後、政権を握ったレオニード・ブレジネフの下でも復権は、果たされず、20年以上のトン生活が続いた。1984年5月、政治局で、モロトフの復権が決定され、共産党に復党した。モロトフには、元首相としての多額の年金が遡って支給され、 個人に寄付を行った。彼は1985年に初期長となったミハイル・ゴルバチョフに期待しており、新聞にこの国の新しい変化にワクワクしているという記事を寄稿した。1986年11月8日に10月革命69周年の翌日にモスクワで死去した。96歳であった。遺体はノボデビチ墓地に埋葬された。 中祖大使も務めた、東郷持長を、馬があった、私とやり合って、祖国のために戦ったと評価しており、極東国際軍事裁判では、東郷の原型に動いたという説がある。また、この絵踏み丸によるソ連を仲介者とした、連合王国との和平交渉、この絵工作では、中祖大使、佐藤直武と交渉を行い、1945年8月8日には、 宣戦布告文を手渡している。ありがとうございます。